まあ、いろいろな場面で言ってらっしゃるんですけど、去年ですかね、下関の公園で、お父さん憲法違反なのと言われて、あの自衛官の息子さんが涙を浮かべてたって話をよくされてるんですけど、これ実話なんですか？安倍内閣総理大臣。これ実話であります。本田さん。何県でいつ頃聞かれた話ですか？どういう方から聞かれたんですか？安倍内閣総理大臣。これは防衛省から聞いた話であります。で、具体的にですね、今具体的に氏名を挙げるということはさせたいと思いますが、まあ、それ以上もう少し詳しくはお話を、今聞かれましたから、これ正確にお答えをしたいと思いますので、これについてもですね、それは資料が出すというのであれば、これについて資料を出させていただきます。本田さん。私はですね、このエピソード、まあ、後で調べてください。私ね、実感と違うんですよ。私は小学校、中学校とずっと自衛隊の駐屯地のそばで育ちまして、たくさん自衛官の息子さんいて、こんな話が出たことがないんですよ。ですから、それが、私の小学校、中学校の時代ですらそうで、今こんな話なんかね、出てるっていう実感がないので、本当に総理にこんな話をね、投げたら、あったらそれは自体が私はね、しっかりとその子供を説得しないといけないですよ。そんなことないんだよと。お父さんの仕事は別に憲法違反なんかじゃないよと。そのことをね、私は説得しないといけないと思ってますよ。ただね、実は私総理に申し上げたいのは、今この1年間の国会で、自衛隊が憲法違反の疑いがあるとかね、憲法違反だっていうことを、総理の思いは違うんだと思いますよ。ただそういうことを、取り上げてる政治家って誰だと思います？安倍内閣総理大臣。先週ですね、私、あれ、戸越銀座に行った時かな、党大会の時かな、その前に会ったですね、年配の女性から、私の息子はですね、安倍さんが憲法で自衛隊を明記してくれる自衛官だけど、本当に嬉しく思ってる、これで誇りに思えるようになった、こう言っています。私も自衛官の娘を持って、本当に嬉しく思ってます。これはそう言われました。で、本田議員はですね、私が言ったこと嘘だって言ってるんでしょ、それ。それは非常に無礼な話ですよ。嘘だって言ってるんでしょ、あなたは。言ってないです。で、俺本当だったらどうするんですか、これ。根拠教えてくださいよ。これあなた本当だったら、嘘だと言ってるんだから。総理大臣。じゃあ根拠を出したら、こんな時間を使って私に対して嘘だと言ってるというのは、極めてひどい話だと思います。答弁中に本田さんどうぞ。はい、ちょっと委員長、議事録先生、私嘘って言いました？いつどこで聞いたんですかって聞いてるんですよ。例え話なの、茂木大臣静かにしてくださいよ。例え話なのか、ちょっと待ってください、実話なのかって聞いただけじゃないですか。はい、安倍内閣総理大臣。ね、だって今本田さんはそんなことはないということを言ってるわけですから、嘘だということを前提に言ってるわけであってですね、それはですね、それは実は私のそういうこういう話をですね、そんなことを私は嘘を言うわけないじゃないですか。当たり前でしょ。それで確認しろと言ってですね、総理もやじに答えないようにしてください。で、確認しろと言ってもそれ氏名は出せませんよ、いくらなんでも。お静かにしてください。でもね、事実を総理もやじに答えないようにしてください、はい、今筆頭理事からの、ご指摘だったので、ちょっと反応させていただきましたが、これはですね、お静かに、これはですね、いわば私がこういうことをまるで、ないことを想像というかですね、政治的に利用するために作り話のように作ったということについて、そういう、いわば前提で議論をしておられるわけですから、それはあまりにもですね、あまりにも全面的に人格攻撃ではないかと、こう思う、政策論というのも人格攻撃ではないかと、こう思ったわけであります。で、これは当然、事実でありますから、出せるというのはですね、いつ私が誰から、どういう話を聞いたかということをしっかりとお話はさせていただきます。はい、本田さん。はい、本田さん。私は政治家の話の中ではね、例えば複数の農家の方から聞いた話を、まあ、こんなことを農家の方がおっしゃってましたよっていうような話あるんですよ。ただ、私の実感と違うので、そしてね、総理これ、そういう私が懇談会での話じゃないんですよ。憲法を変えようというね、理由として、先ほどもね、自治体が協力してないから変えるんだ。憲法を変えたら、じゃあ自治体はその名簿の話、今別に実害は出てない。ちょっと大変だけど、私たち国会議員にもさせた。あなたたちさせたんですよ、私たちに。下級資産を。
それと同じこと、まあ、現場の方苦労されてると思いますよ。多少それ不便だと。しかし、変える必要ないじゃないですか、今、ちゃんと募集のパンフレットは、高校3年生に送られてるんだから。学者の話も、解釈会見で、憲法の解釈勝手にねじ曲げた後だから、学者も、安保法制も反対だけど、安保法制反対だけど、自衛隊貢献とかいるんですよ。だけど、それ、加わってる可能性あるじゃないですか。そしてまた、こんな子供の情緒論。こういうことで、憲法を改正するっていうのは非常におかしいということを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。以上です。